ファン投票で勝ち残り大賞を受賞された5名のトップレースクイーンがここに揃いました。グランプリの発表に先立ちまして、この5名の中から2つの特別賞を発表させていただきます。まず最初は東京中日スポーツ様より東京中日スポーツ賞が贈られます。東京中日スポーツは国内新聞社で唯一毎日モータースポーツ面を設け、 F1 からスーパー GT、 スーパーフォーミュラなど国内国外主要レース元よりコアなレースまで報道。専門記者らで構成するモータースポーツ班の取材力、編集力を生かした記事はモータースポーツの道中として多くの皆様にご愛読いただいております。またモータースポーツだけでなく、中日ドラゴンズ、FC 東京、サイクルロードレースなどの報道もどこにも負けません。東京中日スポーツはモータースポーツに関わる全ての皆様を応援、もちろんサーキットの女神レースクイーンの皆様も全力で応援しております。姉妹市の中日スポーツとともに今後もご愛読よろしくお願いいたします。ということで、東京中日スポーツ様には日本レースクイーン大賞の記事を紙面にてご掲載いただき、本コンテストを盛り上げていただきました。この賞の受賞者には今年1年間東中モータースポーツ大使としての起用が決定いたします。それでは発表に移りたいと思います。プレゼンターは中日新聞東京本社広告局スポーツ部部長、藤波幸正様です。お願いいたします。発表します。メディバン日本レースクイーン大賞2021東京中日スポーツ賞に輝いたのは安田奈々さんです。おめでとうございます。安田奈々さん、どうぞステージの中央にお越しください。それではトロフィーの贈呈に移ります。藤波様、ありがとうございました。さあ、それではなーちゃん、皆さんの心に火を灯し続けるとおっしゃってました。まさにぴったりの賞なのではないでしょうか。はい、東京中日スポーツ賞をいただきました2021別スポーツレーシングギャルズ安田奈々です。とても嬉しいです。ありがとうございます。私でほっと足りるかはちょっと分かりませんとか言っちゃいけないと思うんですけれども、精一杯モータースポーツを広めていけるように頑張ってまいりますので、みんな中日スポーツ買ってね。よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。皆さん、ラッシュでぜひね伝えていただきたいですね。東京中日スポーツ賞を受賞された安田さんにもう一度大きな拍手をお願いします。